こぼれが11月8日金曜日から公開される映画ここでの話へ主題歌 36.5 を書き下ろした。 36.5 は日々懸命に生きる人々に寄り添うミディアムバラード。佐藤久 VOGT は人それぞれに存在する体温ぬくもりをできるだけ背伸びをしないように表現しましたとコメントを寄せている。映画ここでの話はこれまでにもこぼれの多くのミュージックビデオの多くを手掛けてきた小笹龍馬監督の長編デビュー作。ワルシャワ国際映画祭でのワールドプレミア上映を皮切りにインディー映画では異例となる10以上の海外の映画祭で上映され、市井の人々への温かい眼差しと美しい映像で世界中で高い評価を得た本作が待望の日本凱旋公開となる。11月8日金曜日からシネスイッチ銀座新宿シネマ借りて他全国順次公開される。またこぼれが10月から11月にかけて東名阪で開催する対バン企画こぼれプレフルトンの対バンゲストとして大阪公演にムーンドロップ、名古屋公演にさよならポエジー、東京公演には荒削りがそれぞれ出演することも発表された。本公演のチケットファミリーマート先行が現在受付中となっている。ライブイベント情報こぼれプレフルトンボリューム1410月30日水曜日梅田シャングリーレオペン18時30分スタート19時ゲストムーンドロップボリューム15オープン18時30分スタート19時ゲストさよならポエジーボリューム1611月4日月祝渋谷クラブクアトロパン16時スタート17時ゲスト荒削り前売り4000円税込みドリンク代。ファミリーマート先行受付期間8月12日月曜日20時8月19日木曜日23時59分 URL https://eplus.jp/kobore2024/